こんばんは。7月30日午後7時になりました。今日は、第405回しゃべくり祭りということですね。今日の祭りなんですけども、1週間ほど前よりはね、若干涼しくなりましたね。この台風のおかげでしょうかね。おかげなんて言っちゃいけないんですけれども、今日は30度いくかいかないかったぐらいでしょうかね。ということで、今日は若干涼しいんですけれども、いつもの通り、生放送でお送りしております。今日のゲストなんですけれども、長野市消防局、松代消防署の所長永井正史さんにおいでいただきました。今日はよろしくお願いします。はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。所長さん、早速なんですけども、全国ではこの最近自然災害が多いですよね。台風だとか大雨だとかね、続いてんですけども、どうですか。そうですね、6月の25日以降、はい、台風第7号、はい、これと梅雨前線の影響で西日本を中心にしまして、はい、全国各地で住宅の損壊ですとか床下床上浸水、農作物にも大きな被害が発生しております。まあ、被害に遭われた皆様には心からお祈り申し上げたいと思います。します。平成30年の7月豪雨と豪雨災害というふうに命名されているようですけれども、まあ、皆さんもご存知の通り西日本豪雨災害と称されておりまして、約220人の方がお亡くなりになって、大きな被害が本当に発生して、今もまだ避難生活が続いているような状況でございます。実は長野市でも7月5日から7日までの間に大雨がありまして、非常に大きな被害が発生してもおかしくない状況でございました。全国各地でも大雨特別警報が発令されたりですね、長野市でも土砂災害警戒情報がこう発表されるなど、非常に土砂災害や、まあ、こういったものの、発生がこうあと一歩というところで、食い止められたような状況でございました。はい、そうですね。西日本では結構多かったですね。そうですね。大阪ですとかね、こういうところでは震度6弱の、地震災害があったり、うん、長野県内でも震度5強の地震があったりですね。そうですね。はい、千葉では千葉沖では震度4以上の地震が頻発したりですとか、うん、豪雨災害があったりですとか、うん、まあ、いざというのはもしかしたら今日かもしれません。そうですね。はい、はい、この機会を通じましてね、ぜひ身の回りの防災を見直していただければというふうに思っております。水害や土砂災害の備え、まあ、こういったことをぜひ身につけていただきたいと思います。はい、ここで突然ですが、はい、宮坂さん、もし自分の家にこう雨等で浸水がしそうになった、まあ、こういう危険が近づいてきたら、宮坂さん、どんな行動を取られますか。まず私、はい、3つ挙げます。まず水を汲み出します。水汲み出しますね。はいはい、それから次はすぐに家から避難します。そうですよね、はい、避難しますよね。はい、はい、それから3としまして、すぐに2階避難をしていただく。そうですね、はい、水くればまあ丈夫なうちじゃねえんですけどもね、1階よりは2階の方がいいから2階へ行きますね。はい、そうですね。でダメなら屋根の上行きますね。ああ、なるほどね。はい、はい、この今挙げました3つは、はい、あまりお勧めしない行動でございまして。ダメなんですか。はい、悪くはないんですけれども、うん、まずそういった行動を取る前に、うん、まずは気象台から発表される情報ですとか、行政から発表される情報、まあ、こういったものの情報収集をしていただくことが非常に重要なことかなというふうに思います。なるほど。
今どんな状況になっているのか、はい、どんな災害が発生しそうなのか、こういったものをまず収集をしていただいて、それで、まあ、それに合わせまして、避難する場合にはどこの避難所へ行こうか、それからじゃあそこへ行くにはどのような経路で行こうか、うん、なるほど、それからあとそこへ行くにあたっては危険箇所あるのかないのか、こういったものを調べておくことが、リスク管理というもので非常に大切になると思います。こういった情報はですね、テレビやラジオ、それからインターネットもそうですし、うん、あとはあの屋外の拡声器から発表される長野市の広報無線、はい、こういったものや候補者で、またはあの有線等も使って、情報提供しますので、避難の準備をしていただく情報ですとか、避難勧告、避難指示、まあ、こういったものが行政から出された場合は、ぜひ速やかにこういったものに従って、行動していただくことが大事かなというふうに思います。なるほど、はい、やっぱり情報収集ですか。そうですね、情報収集、はい、なるほどね、命を守る行動が非常に大切です。真っ白地区にはあの千曲川も、ございますので、千曲川が氾濫しそうな場合にはもうすぐ、避難していただくことが大切ですね。私あの今日あの、うん、こういった地図を、はい、持って来させていただきました、はい、これはあの長野市が発行しております、はい、長野市洪水ハザードマップというもので、うん、長野市で洪水が発生した場合、浸水する危険のあるところを示した地図でございます、うん、ちょうどこれ今日松代地区のものをお持ちしたんです。これは松代地区なんですね。そうですね、これが千曲川がこう流れておりまして、はい、それであとこの辺が寺尾地区というような状況になっております。はい、はい、この地図は色分けがされておりまして、まず紫色のところが一番深い浸水の危険があります。その次が 水色というか、青のところですね、ところ、はい、その次薄い水色で黄色というような形で、あ、なるほど、その浸水する危険の深さによって色分けしているところでございます。実はあの今回あの西日本の豪雨災害で、はい、倉敷市の真備町というところが、はい、堤防を決壊しまして、大きな浸水被害が発生 しておりますけれども、はい、ここの浸水の被害の実態と、倉敷市が、はい、あらかじめにこう発表してありました、うん、この洪水ハザードマップ、この内容はほとんどあの一致していたというふうにお聞きしております。ですのであの信用を受ける、地図でございますので、そうなんですか、自分の家が万が一、はい、浸水する場合はどのぐらいの被害が想定するんだということをあらかじめ確認しておくという必要が、あるとともに非常に重要なことだというふうに思います。こういうマップも正確なんですね。そうですね、まあ、あのこういった部分で、万が一、こういった部分で、避難が遅れてしまった、うん、例えばあの情報収集が遅れて避難遅れてしまった、うん、こういった場合でも先ほど宮坂さんがおっしゃったように、うん、2階へ避難していただくことは非常に、うん、あの大切なことなんですが、5メートルを超える浸水ですとかだと、うん、先ほどダメですね、屋根の上でとか、もう屋根落ちちゃいましたね、こういったところへあの逃げるしかないので、でもダメですね、はい、ですので、早めの避難が非常に重要かなというふうに考えております。はい、で話はちょっと変わっちゃうんですけれども、はい、私あの勤めが豊坂という中山間地なんですよ。あ、なるほど。そんでそのような中山間地で注意しなきゃいけねえようなことはどんなことに、はい、あるんでしょうか。はい、あの今洪水のこう地図を、うん、あお見せしたんですけれども、はい、私あの本日こういった地図も持ってこさせていただきました。すいません、これが、はい、これが、はい、これが長野市で発行しております、はい、土砂災害ハザードマップという地図でございます。なるほど。あの中山間地の方は、はい、土石流ですとか、はい、土砂災害、はい、の発生する危険がございます。そうですね、今回あの広島県でもだいぶ土砂災害で、そうですね、大きな被害が発生しておりますけれども、はい、この地図ではその黄色とオレンジの色で示しておりますところが、うん、地滑りですとか土砂災害ですとか土石流ですとかこういったものが発生する、うん、危険があるよということを示しております。深いオレンジ色のところが、より危険が高い特別警戒区域、特別警戒区域、はい、それから黄色のところが、警戒区域というような形になっておりまして、
こういった部分で、自分のお宅がどのエリアに入っているか、もし、特別警戒区域ですとか警戒区域に入っている場合は、早めの避難をしていただく必要があるなというふうに、これ見ていただければと思います。地図的にはどこら辺が、はい、どこら辺がどこら辺なんですか ね、 ですね、この一番下のこの、ね、はい、それがどこですか。これがちょうど水上山になります。ですので、そこからこちらが東城地区になりますね。はい、東城温泉団地の辺がこの辺になりますし、豊坂地域はこれよりもうちょっと上でございます。あ、はい、今日は抜粋して持ってきておりますので、分かりました。ここから上のものもございますので、あ、そうですか、はい、こういったものは各家庭に、長野市から配布されておりますので、はい、やはり土砂災害っていうのは結構危険なところ多いんでしょうね、山間地は。そうですね、非常に、こう渓流に沿って、沢に沿って土石流が発生するような状況でございますので、うん、こういったもので、自分のところがどのような、こう危険があるのかということをまず、見ていただきまして、で、命を守る行動ですね、はい、ぜひ取っていただきたい。実は避難というのは、はい、自己責任なんですね。自己責任ですか。避難指示というような形もございますけれども、こういったものも最終的には各自の判断で避難をしていただくようなことになっておりますので、ぜひ早い段階で避難をしていただくことが大事かなと。早く避難しすぎて、それを咎め合えるような人はいませんので、なるほど、ぜひ早めの避難をしていただくことが重要かなと思います。この場合ですね、必ず私ここへ避難しましたということで行政の方に連絡いただけると、そこのケアに参りますので、ぜひ、そういった情報を提供いただければというふうに思います。分かりました、はい、あと最近ね、地震も多いんですけど、特にその簡単に地震についての備えなんていうのはどんなことを備えしたらいいんでしょうか。そうですね、私もう一冊今日、はい、こんなような長野市防災マップというようなものを持ってきておりますけれども、はいはい、こういったものに関しましては、はい、いろいろな、地震の揺れやすさですとか、これからあとは、土砂災害ですとか洪水ですとか、まあ、こういったもの一括に全て入ったハザードマップでございます。こういった部分の、防災マップを、内容には、その地震の時にどうしたらいいのかですとか、洪水の時どう対応したらいいのかですとか、土砂災害の危険はどんなところで見分ければいいのか、そんなことが記載ございますので、こういったものをちょっとご覧いただいて、まず、地震の時どのような行動を取るかというようなことをしていただければなと思います。じゃあここでちょっと宮坂さんに、はい、質問なんですが、また質問ですか、はい、まず地震が起きたらば、はい、すぐ家から飛び出す、うん、出さない、はい、大きな家具や家電に身を寄せる、転ぶかもしれないからダメですね。そうですね、はいはい、机の下や壁などに身を寄せる、そうです、あ、そうですね、はい、こういった正しい知識、はい、宮坂さんのような正しい知識を身につけていただくことが非常に大事かなと、はい、まず命を守っていただくことが非常に重要でございますので、はい、地震の時の対応につきましても、こういった中にまずどんなことに注意をしたらいいのかというようなことを記載がございますので、ぜひ、ご覧をいただいて、あ、こんなことをすればいいんだなというふうに、確認をいただければなというふうに思っております。はい、分かりました。まあね、長井社長にはお伺いしたいことたくさんあるんですけども、はい、最近冒頭ねお話にもあったんですけど、はい、熱中症、はい、今年ね昨年の倍もいらっしゃるということなんですけど、ね、はい、そうですね、その熱中症についてちょっと一言お話しいただいてもいいでしょうか。はい、消防局の管内では、はい、昨年の7月と比較しまして、今年7月29日現在ですけれども、はい、昨年は68件だったものに対しまして、今年124件もすでに発生しておりまして、本当に倍発生しております。町路地区では幸いにしてそれほど多くはなっておらないんですけれども、暑い中で無理をされたりですとか、うん、水分を補給せずに我慢をされたりですとか、まあ、こういったような行動で熱中症になる方が非常に多いというふうに伺っておりますので、ぜひ、空調の効いた中で、ね、水分をこまめにとって、うん、ぜひ、熱中症防止に努めていただければなというふうに思います。
もう松代ではそんなにはあれですか、その重症の方はいらっしゃらない。そうですね、はい、松代では、松代では実は7件発生しておるんですが、それほど中では今年7月に入って、はい、それほど重症に至っている方はいないというふうに伺っておりますが、まあ、いずれにしましてもこれからが夏本番ですので、はい、熱中症対策にもぜひ、注意をしていただいて、お願いしたいと思います。その特に こういうこととこういうことは注意しろというような、なんかどういう水水分。そうですね、はい、やはり、お茶ですとかは、はい、利尿作用がございますので、お茶よりは水または、スポーツドリンクですとか、そういったものが結構だと思います。あと経口補水薬、うん、経口補水液、これは非常に有効だというふうに聞いておりますが、普段飲むと非常にまずいです、まずい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 ですよね、はい、私も飲んだことあるけども、はい、まずいですよ、あれは、はい、ただ熱中症になっていると美味しく感じるというようなことがございますので、はい、あ、そうなんですか、はい、万が一飲んで美味しいようであれば、まあ、自分が熱中症だというふうに判断するということは一つの判断基準かなというふうに。それいい判断ですね、はい、経口補水液を飲んだ、はい、うまい、うまい、これ熱中症、熱中症、あ、なるほど、はい、すぐ医療機関または救急車呼んでいただくですとか、そういう対応が必要かなというふうに思います。わかりました、はい、いずれにしても、はい、暑い日がこれからまだ続きますので、ぜひ、注意をしていただいて、まあ、熱中症でもたくさん亡くなってますので、ね、そうですね、はい、全国でね、もう何人もね、そうですね、70人ぐらいですか、はい、そうですね、亡くなってますよね、はい、ですので高齢者の方は特に注意をしていただいて、はい、そうですね、はい、どうしても無理をされますので、ぜひ、注意をいただいて、休みやっていただければと思います、はいはい、まだまだね、いろいろとお話をお伺いしたかったんですけども、はい、時間もだいぶ過ぎてしまったんですけども、申し訳ありませんでした。今日お忙しいところ、本当にありがとうございました。ありがとうございました。どうも一つよろしくお願いいたします。宮田さんって言われましたね今日は熱中症でね倒れちゃったすいません、はい、ちょっと飲むのが足りなかったかもしれないね。経口補水酒をね、うん、そうです飲み足んなかったんで、ちょっと足んなかった、はい、お知らせお願いします、はい、お知らせはね、はい、佐久間象山の企画展っていうのがね、はい、8月1日からね、9月30日まで一応やる予定です。樋口家住宅でやります。9時から16時30分の間、入場料無料という形でね、はい、今あれですね、新米さんで方ね、無料なんですかね、漫画っていうのを、ねはい、出してるじゃないですか。新聞出したっけな、新聞ね、うん、どっかにあったんだ、見ましたよ、うん、全部ね、なんで言っちゃった、ちょっと用意しとけっていうのはいはいはい、はい、これでこれね、うん、これをね、お勉強になりますね、これね、これね、漫画なんですけどね、まあこれ見ていただくとさっとこういう感じです、まあこれと同じじゃないけれど、うんうん、写真のパネル展みたいな形でやりますんでね、はい、ぜひご参加いただきたいというふうに思います。樋口家は小松さん冷房効いてるの？冷房効いてるけど、まあ無理だろうね、無理だよね、うん、まあまあそこそこにね、そうそこ、はい、じゃあ東京のね、無限好きだからね、涼しいと思いますよ。そうだね、うん、自然のね、風が涼しいところです。ただこうね、熱中症にならないように水飲んでくださいね。はい、来週はね、はい、これはちょっと面白いんだ、真田公園でね、ビアガーデンを開店するの、うん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 、よかったですね。公園持ってね、その間にね、あれ真田邸で、はい、真田邸でね、ライトアップ、ああ、ね、ライトアップ、それに合わせてね、それもやってね、やりましたね、それに合わせてね、それに合わせてね、うん、でこの方がね、今度はね、エレファントマウンテン、うん、岡田君が、ね、岡田さんが来て、ね、やってくれるという形でね、みんなで飲みに行きましょう。そうだね、うん、飲みに行くついでに、ついで逆か、見に行くと、お手伝いに行かなくちゃいけない、うん、ね、飲みに行くのもお手伝い、うんうん、そうですね、はい、来週はね、
そんな形で、はい、参加していただくんです、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そんなことです。406回、はい、406回ですね、はい、しゃべくりまっしろ、はい、どうぞお楽しみに。お願いします。はい、それそれそれくりまつしろ、また見てね。